はい、じゃあ続きいきます。カードはある程度揃えましたね。はい、回復系、HP 回復系、KI 回復系はだいたい揃えましたね。はい、でまあいろいろね、追加スキルだとか、まあ固定のねスキルとかどうしようかなと思って、はい、ちょっと見直してたんですよね。なんだっけ、どうやって見るんだっけ、あ、これか。こういうスキルと追加スキル。追加スキルは、やっぱりね、カード売り場の、追加スキルのカード見ても、なんか、どれもこれも微妙だったんで、まだ、はい、つけないでおこうかなと思います。で、はい、気づいたんですけど、天津飯の湧き出る力。これ、たまに KI を消費しないで必殺技が使える。はい、謎の消費ゼロで必殺、ね、打てた時あったんだけど、これかっていうね、うん、なぜか天津飯だけあれが発動するから何なんだろうなって思ってたんですけど、はい、どうやらこの固有スキル、はい、のようですね。はい、これ天津飯だけみたいですけど、まあ他にもなんだろう、ベジータの挑発ってなんだろうと思って、はい、ヒットすると敵の攻防の星を減少させる。はい、なかなかちょっとね、使えるのか使えないのかよくわかりませんけども、はい、まあちゃんとね、こういうのを見直してみるもんだなって思いましたね。はい。よし、じゃあ、行こうか。あらさじ見ましょう。はい。義乳特選隊参上。はい。この辺はまあ、はい。いいですね。戦士たちはデンデの案内でこの星のドラゴンボールを作った最長老と出会う。最長老には人の眠っている力を呼び起こすという不思議な力があるのだった。一方フリーザはなかなかドラゴンボールが揃わないことに苛立ちを感じ、惑星フリーザより義乳特戦隊を呼び寄せることにした。 Z 戦士はドラゴンボールを集め義乳特戦隊に打ち勝つことができるのだろうか。はい、いよいよだよね。いよいよ来たって感じだけど、はい、この湖のところに行く。とりあえず強くあだ残しつつって感じで進んでいきたいですね。さあ、悟空来るよ、そろそろ。どうなんですかね、義乳特戦隊、一気に全員と戦うのかな。それはそれでまた辛いですけどね。もう敵もね、強いんですよ。ほんと。もうね、なかなか倒せないんですよね。それでもこっちもなんかレベル上がってきてるんで強くはなってるはず。 OK、 いいですね。まあ強いカード残してあったんで、まあこのバトルはそこそこ大丈夫だとは思いますけど、この2ターン目からだよね。よし、あとはなんだろう、義乳特戦隊と戦うってことを想定して、やっぱりちょっとあれだよね、戦いながら進んでいくけども、休憩所経由で行きたいな。 OK、 いいですね、気候砲連打ですね。 OK、 ね、そうだそうだ、オプション、バトルスピードちょっと高速化で行ってみます。形状があるね。一応やっぱ置いてくれてる。そこで休んでけってことなのかな。枠使っていこうか。これ誰も流派じゃないから、これを使っていく。いやー、悟空早く来てほしいな。こいつらじゃね、不安なんですよね。なかなか、怖い。間が二つ。間は二つもいらないな。ちょっとこう休んでいこう。よし。さあ、これで義乳特戦隊に追いつかれるんじゃないかな。亀がね、揃ってきてるね。よし、来た。OK、Z 戦士たちは全てのドラゴンボールを集めた。しかしその頃フリーザの宇宙船ではついに義乳特戦隊が到着するところだった。早いよね、やっと到着しましたね。待っていましたよ。来た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 。リクーム、バータ、ジース、グルド、義乳、みんな揃って義乳特戦隊来たね。これね
いいですね。お待たせしました、フリーザ様。今回の我々の使命をお教えください。裏切り者のベジータが私の邪魔をしています。死なない程度に痛めつけてここに連れてきてください。ドラゴンボールのアリカを吐かせたいのです。手厚いご用です。我々のスカウトはすでにベジータを捉えております。ここからそう遠くない位置へ、一応高速移動中のようですが、一緒にいる者たちは何者でしょうか。かなり高い戦闘力を持っているようですが、ザーボンさんやドドリアさんたちを邪魔したハゲやチビどもですね。ハゲって言っちゃってるよねこれね。その者たちを殺してしまいなさい。わかりました。じっくりと遊んでやりましょう。遊んでやると言ってもカード出すやテレビゲームをすることではなく痛めつけてやるということです。ジース説明せんでもよい。ではフリーザ様行ってまいります。ギニュー特戦隊はスカウターの示す Z 選手のところに向かった。はい、来たね。なんかちょっと憎めないようなねえキャラクターなんだよね、ギニュー特戦隊。強いんだよね、強いんだけどなんかちょっと小ボケを挟んでくる、そんな感じの敵なんだけども。ようベジータちゃん、は早い、接近してくるのがわからなかった。クソ野郎ども、もう少しだったのに。おや、もしかするとそいつがドラゴンボールってやつかな。ははは、こいつはフリーザ様お喜びになるぞ。7個全部揃ってるじゃないか。で、てめえらなんぞに渡してたまるか。では強引にいただくまでは貴様らの命と一緒にな。そうか、ボールを渡すより死を選ぶか。久しぶりの運動だ、たっぷりと可愛がってやると。わあ、一気にこれやっぱりやるんだ。これ可愛がると言っても頭をよしよしと撫でたり撫でたり高い高い音をするんじゃないぞ。痛めつけてやるということだ。ジース説明せんでもよい。これはこのやりとり面白いね、これね。さて俺がベジータとやる。あとはわけのわからんハゲとチビはお前たちがじゃんけんで決めろ。はい、ヤムチャと天津飯とチャオズはもう完全に蚊帳の外だよねこれね。まあ原作ではいない設定になってるからね。そりゃないっすよ、ギニュー隊長。この前も一番欲しいところ持ってったじゃないですか。ずるいっすよ。じゃあしょうがない、みんなで仲良くやろうじゃないか。俺優しいだろ。あっけに取られる Z 戦士たち、今のうちに逃げられないから。ところでカカロットのやつは本当にこの星には来ていないのか。来ていない。でも今ここに向かっている、もう到着する頃だと思うんだが。早く来やがれ、頭に来る野郎だが味方につければ少しは戦力になる。さてと、そろそろお遊びを始めとするか。あ、まあね、ベジータもやっぱ認めてるところあるんだよね。悟空を認めてるところはあるんだよ。だがその時ついに悟空がナメック星に、お早い、早くみんなを探さねえと。待っていろ、今こそ100倍の重力にも耐えた修行の成果を見せてやる。長いんだよな本当に。もうあらすじというかやりとりが長い。悟空は瀬戸選手の元へ向かった。早いね。よう、みんな待たせたな。お父さん来てくれたんだね、フリーザっていう悪者が。事情を説明しようとしたご飯の頭に悟空はそっと手を置いた。いろいろと分かったぞ、みんなのパワーが上がった理由や、ドラゴンボールのこと、フリーザのこと、ギニュー特戦隊のこと、ベジータのこともな。なんでそんなことがわかるの。さあ、なんとなくこうしたらわかるような気がしたんだ。それより早くピッコロを生き返らせてやらないとな。そう、なんかね、この頃から悟空おかしいんだよね。謎のこういう能力がね、あるんだよね。心強い悟空が Z 戦士たちと合流した。オッケー、一人増えるところで何も変わらん。さあ始めるぞ。オッケー、悟空入ってくれりゃ24。いいじゃない、強いじゃないこれね。まあこういうスキルはそんなでもないか。ってなると貝を残しときゃよかったなってちょっと後悔してる。どうしようかな、義乳の動きを止めながら一体ずつ倒していく感じにするか。これなかなか辛いよこれ。スカウターいきます。はい、わー、もうこれ2000クラスのさ、あれでしょ、 HP2000 クラスの敵がもう全員5体ってことでしょこれ。わー、ジースは1500か、バータ、あー1500、まあちょっと割とでも低めに設定してくれてんのかな。そういう感じかね。じいちゃんもあるしな。超浸水、攻撃力、防御力をこの戦闘中だけアップさせる。あー、じゃあもう必殺いくか、元気玉いく、一発もいきなり元気玉。は
ベジータって使えるな。枠もあった方がよかったのか。じゃあまあ先行。拡散打ちますか。拡散打つよりだったら、待って、グルド先に倒すか。グルド。まず数減らすのが大事だから。元気玉、グルド先に倒そう。まあ先行。紀炎山。チャオズがこっち行ってくれ。超能力。で、ギニュー動きを止める。ベジータはちょっと枠が来るまで待っててくれよ。枠が来るまで。早期弾。で、獅子の剣気候法。いきます。さあ、ここ、防御1だから、もう一気にこいつ倒してしまいたい。落としてしまいたいね。うわー、チャオズの防御1。あぶねー。おおおお、なに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 、これ、コンボ技発生だ。すげえ、強え、めちゃくちゃ強え。早期弾と紀炎山のコンボか。おい、チャオズ狙われてるよ、もう。チャオさん。元気玉使うまでもなかったまあまあまあ、でも数とりあえず減らすと言ったから。オッケー。動き止めとけ。よし。早期炎山、いいねと思ったらこの回しか来なくなっちゃったね。はい、ちょっとチャオズがやばいから、回復してやりたいな、食べ物。よし。もう一丁。なんなら全部使ってもいいぐらいで。よし。オッケー。よっしゃ、じゃあ次誰から行こうかな。リクーム結構 HP 高いんだよね。ジースバーターこの辺落としていきたいな。どうしようかな。カメハメハ。ここ行こうか。ここ行って、ご飯は、いやもう、貝貝貝しかないよね。貝枠。ベジータ、ごめん、ギャリック砲行け。ギャリック砲。ギャリック砲、ここ。必殺カードないから、チャオズ動き止めることができないんですよね。まあ、この辺はしょうがないか。まあ、防御は割とどれも高いカードだから、まあ、まあまあまあ、適当でいいか。よし。さあさあさあ。グルドは割と柔らかかったけど、こいつはね、損もいかんでしょう。オッケー。いいね、いいね。それでも100いくら入るわ。カメハメハ。だったらまあ、おお、大丈夫か。必殺カード怖いよね。くそー、なかなかやるじゃねえか。悟空もレベル24つったって、あっという間にもうね、400台か200台になっちゃったけども、今度、貝のカードが来ないね。貝のカードが来ない。カメハメハ。ちょっとカメハメハを多めに使っていくって感じで。まあ、先行。クリリンは、クリリン。まあ、クリリン行こうか。紀炎山。紀炎山。ヤムチャちょっとまだ、防御1怖いけどな。ちょっとこの辺行って、チャオズで動きを止める。そして、ベジータでギャリック砲。俺のギャリック砲と似ている。うわ、食らうな、結構。わ、ZZ か。ちょっと硬いね。オッケー、ギニューが必殺カード持ってたけど、動きを止める。やばいー。おー、ナイスナイスー、いいねー。いやー、やっぱりね、ご飯火力が高い。結構ダメージ出るんだよね。お気に入りキャラに設定してるからな、うわーからなのかな。チャオズが、がっつり食らってしまった。ちょっとプルマ使っとこうか。よし、もう一回。悟空も使わないとまずいよな。オッケー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 。まあ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 、これでいいでしょう。貝来てる。貝と必殺来てるね。カメハメハ行こうか。で、まあ、でも一回、まあ、先行。
もう一回コンボ行きたいね。コンボ。いけないかな。条件揃ってないかな。あ、いけそうだね。オッケー。よし、行こう。あー、でもこれだとダメだ。これだと、超能力使えない。ダメだ。こうだな。ハメハメハ。ちょっともう一回、組み直します。で、これで、早期演算行こう。ハメ川流の二人の。で、天津飯はこっちのチャオズが超能力でギニを止める。さあ、ここ、落とせねえかな、一旦で。無理かな。無理か。800は無理だよね。ナイス、強い。動き止めろ。ギニがね、必殺技ばっか使っていくんだよね。オッケー。よし。まあまあまあ、倒せないにしてもいいとこまで追い込んだんじゃないかな。やばい、天さん。くそー、あー、天さんやべえなー、くそ。なんとか耐えたけど、必殺カードがいっぱい来てる。回復はもう惜しみなく使っていこう。OK。亀仙人、悟空も使っとくか。悟空使っといて、天さんも使っとこう。よし。どう組む。カメハメハまだ、あ、いけないな、もういけない。どうしようかな。カメハメハ行きたいな。衝撃波。ジースも結構効いてんだよね。いや、ここはあれでしょう。敬愛回復でしょう。ごちそう。ハメハメハ打てりゃいい。元気玉を一発打つよりだったら、カメハメハをもう何発も打った方が、なんか、ダメージ効率的にはいい気がしてくるね、これ。時間はかかるけど、トータルのダメージ効率はなんかこっちの方がいい気がしてくる。ここはちょっとパスだな。ベジータでいこう。ベジータギャリック法。この辺だよね。早期弾いけるけど、カメハメハを2発したいな。次のターンと。飛行法。そして、動きを止める。来た、防御1。落としてしまえ。オッケー。ダギャリックホー。オッケー。さあ、次バーターだ。次はお前だ、バーター。よーし。ダメージ入ってるよ。オッケー。やっぱ、そうだね。大技よりもカメハメハとか、カメハメハを常に打ち続けるみたいな方が、そっちの方がいい気がする。大丈夫か？オッケー。よっしゃー。今度、会話来てるけど、枠が来てないなー。衝撃波。魔線香いけねえか。ちょっと待って。蛇姫使うか？蛇姫。ごちそう。蛇姫使おう。ちょっと回復。なんならもう一回回復。してもいいぐらいだけど。よし。カメハメハを撃つ。で、魔線香。どうすっかな。とりあえず、チャオズだよね。チャオズで、超能力でここでしょ。ベジータ、ギャリック砲、行きますか。ギャリック砲。カメハメハ。天さん行け。おお、危ない。よし。いい具合で義乳をちょっと封じてるな。大丈夫だ。やれるぞ。戦えるぞ、俺たちは。ギャリック砲。いいね。ちょっとやっぱチャオズ狙われてんな。止めろ。よーし。オッケー。
さあ、コンボ技行きたいけどさ、必殺カードがまだ来るんですよ。必殺カード来てくれるのはいいけど、必殺カードだとさ、あれなんだよね、ちょっとね、コンボ使えないからね。カメハメハ。枠も来ない。枠も来てくれない。魔先行。ああ、魔先行打てない。魔攻法だ。早期演算行きたいなぁ。でも行けないっすもんね。早期弾はカメハメハだな。カメハメハ。気候法。そして動き、あーダメだ。動き止めることができない。動きを止めることができない。じいちゃんカード使おうかな。じいちゃんカード使おう。じいちゃんカード。OK。よし。これで一回、あれだね。ベジータの動きは、ああ、ベジータじゃないや。誰だっけ、チャオズ。チャオズの動きは一回、休める。その間に必殺したいよね。紀元山。で、カメハメハ。気候法。で、ギャリック砲。よし。さあ、落とせ、落とせ。このターンで落としてしまえ。無理かな。よっしゃ。357。もうちょいだぞ。275。215。もうちょい。落としきれはで、落としきれないか。それでも、だいぶ追い込んだ。やばい、ヤムチャ。またヤムチャ集中的に。来たなぁ。マジか。引き返そう。オッケー。さて、こっからよ。ごちそうを、チャオズにぶち込む。ハメハメハは撃てない。衝撃波だ。いやぁ、ちょっとここは時間かけて戦いますよ。さあ、もうね、KI が、KI ないからね。地道に行きますけど、ローガ夫婦剣。で、超能力。あー、ちょっと待って、足りねえ。ごめんなさい、もう一回組み直しだ。ちょっとね、この辺はね。よし、行こう。お、あれだよね、チャオズのためのご馳走みたいな。ところはありますよね。とりあえずエネルギー派、エネルギー派で落としてしまって、エネルギー派で、あ、違う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 、超能力でここ。 OK。 さあ早く落とせ。一体105、37、37、オッケー。よしよしよし。えい、いいね。ダメージ、やっぱそこそこ入るわ。よし。オッケーオッケー。止めろ。オッケー、いいね。いやー、それでも攻撃結構重い。ヘビ姫ってもう使い切っちゃったっけ？ヘビ姫、ヘビ姫まだあるな。ちょっと使っとこう。ヘビ姫も、使い切ってしまえ、ここ。よし。カメハメハ。マセンコ。カメ2枚来たら、早期演算行きたいな。ちょっと待って。ベジータ。ベジータ行け。ギャリック砲。ここ。で、超能力でこうだな。こうだな。お、防御1。ここチャンス。よし、いいぞ。義乳。義乳はもう常に、常に動きを止める。よし。さあ、まだちょっと時間かかるね。1307。OK。うわー、なんか待っ
魔とかね、来るけどね。魔ばっかなんすよね。コンボいけない。全然コンボいけない。くっそー。ダメだな。コンボいけない。さあ、ちょっとね、KI 回復もだんだん、術がなくなってきた。こっからは、厳しくなりますよ。まあ適当だな。ギャリック砲、ああもう撃てなくなっちゃってるから。エネルギー派だ。はい、オッケー。それでもね、少しずつ削っていきますよ。止めとけ、止めとけ。オッケー。義乳に関しては硬いかな、やっぱり。先に倒した方がいいのか。ああ、また魔が3枚、貝が2枚だよね。亀川流のね、亀流派が多いからさ、亀、たくさん来てほしいんだよね。なかなか厳しいか。ハメハメ派打てないな、衝撃派。魔候補。素剣山はいけない。医者。誰か一人の HP 系少し回復。ウルマの母。プーアル。常に動きは止めておきたいよね。よし。ハウてない衝撃派エネルギー派魔候補あとも適当だよな。よし、オッケー、地道に行こう。21。まあベジータ積極的に参加させた方がいいかな、技以外でもかな。よし、また、かいっていう、これ来てくれるの嬉しいんですけどね。なんかいまいち、こう、引きが良くないね。引きが。ちょっと、一旦チャウゾを休みしようか。早期弾。早期や。待て、早期弾はちょっとなしだわ。で、天津飯で行こうか。おー、来てる。獅子の元気候補行こう。で、ベジータはギャリック砲。よし、92。656。おお、来てる。しかめっ面しております。さあ、いくら入るかな。95。ヒツが来たな。いやー、全然。コンボいけないっすね。やっぱこの手持ちのカードでさ、コンボ作んなきゃダメなんだよね。なんだっけ。ウミガメだったかな。流派を変える。こういうの使っていかなきゃダメなんでしょうね。多分。行くか枠。ダメか。同じ流派にはならない。これランダムで変えるってことか。じゃあ使ってやれ。まあ、ダメ。はい、違う、全部外れ。亀をとことん避けてった。くっそー、とことん避けていきやがった。衝撃波、魔候補、いやもうしょうがないな。撃っていくか。鬼炎山早期弾、天山は攻撃して、エネルギー派。よし。さあ、いけ。351。はい。266。どうだ？いけないか？ちょうどちょい残ししそうな感じがするな。さあ、ご飯。46。大丈夫か？
ボディチェンジはやってこないのかな。わあ、ちょっと残したね。ちょっと残したけど、でもまあ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 。まあまあまあって感じ。衝撃波。まあ、先行。クリリーナ11しかないからな。クリリンちょっとパスだな。天津飯。天津飯、気候法。気候法行こう。チャオズも何もできんしな。ローガ夫婦剣。やばいー。でも防御は高い。オッケー。よしよしよし。よし、落とした。さあ、とはお前だけだ、隊長。お前だけだ。生きがって出てきた割には大したことねえな。まあ、こっちお助けガード使ってるからね。ずるいよね。オッケー。違う違う違う。お助けカードを駆使して、こう、うまく倒してくださいねっていうゲームだからね、これね。回復カプセル、全員の、まあ、この辺使うかな。ちょっと回復。この辺を使っていこうか。オッケー。海洋剣カメハメハ行くか。いや、カメハメハで行こう。まあ、先行行きます。いやー、ちょっと待って。チャオズで動き止めたいな。超能力。ベジータはギャリック砲。いやー、やっぱ早期演算ちょっと行きたいから、そこエネル、消費エネルギーなしで行きたいな。ローガ夫婦剣。おー、防御1、チャンス。おーおーおー、なになになに、いったいったいった、なんかいった。カメハメハとローガ夫婦剣。いったね。悟空とヤムチャの。いいね。やっぱヤムチャがね、一番の悟空とのね、付き合いが長いメンバーだからね、この中で。いった。サンキューなんちゃらかんちゃら。いいね。いったね。こういうのをね、どんどんね、やっていきたいんだよ。ダメだな。どのカードも中途半端だな。いいですよ。いいですよ、いいですよ。どんどんこう、ここに来てどんどんこう、あれだね。なんか、コンボ技が発動してきてる。よし。めちゃくちゃ強かったな。オッケー。えい、いけい。よし、聞いてる、聞いてる。903。もうちょい。もうちょいだぞ。888。オッケー。さあ、コンボ行きたいけど、ダメだな。あ、でも亀2枚来てる。亀が2枚来てるぞ。衝撃波で行こう。亀が2枚来ている。行くぜ。早期演算。オッケー。で、ベジータはエネルギー派。チャオズは動き止めることができない。獅子の剣気候法。よーし、防御 1! チャンス!いいんだよね。かわされたかと思った。かわされたかと思ったけど、424! オッケー、一気にいった。よーし、追い込んでるぞ。うわー。かわした。かわした。3回攻撃してくんの。に今3回攻撃した。2回か。カメハメハいきます。ギャリック砲撃てるか。撃てないか。ギャリック砲撃ちたいな。ここ KI 回復、 KI 回復なんでもいいんですけど、ちょっと回復、プアルをベジータに打って、ギャリック砲撃ちたい。サンキューヤムチャ。サンキューヤムチャいけるかな。サンキューヤムチャ行こう。ローガ夫婦剣。
視神の剣気候法、動きを止める。あー無理か、もうちょっと足りねえな。ダメか。じゃあいいや、こっちだ。紀元山、あー撃てない、紀元山撃てない。カメハメハ、カメハメハ撃とう。ギャリック放ちます。そしてあとはご飯でな、ご飯でいこう。あー ZZ かよー。あーだけどオッケーオッケー、変わってくれた。あー爆発波だ、やばい。大丈夫か、大丈夫か、耐えた。あー防御1来た、ここチャンス、いけ、よし、やったー、レベルアップ、やったぜ。鋼鉄の拳、いいね。じいちゃんシェンロン、ミスターポポ、デンデスカウター、やった。たくさん。悟空は義乳特戦隊との戦いで負傷してしまった。その時ベジータが突然彼らにとどめを刺した。はい、オッケー。なんてやつだ、とどめを刺す必要はねえだろう。こいつらはもう動くこともできなかったんだ。もうあの完全に焼け野原になっちゃったよね、これね。あの、クンクンの跡みたいな感じになっちゃってるね、これ。まったくてめえの甘さにはいつもながらヘドが出そうだぜ。どうやら貴様完全なスーパーサイヤ人にはなりきれなかったようだな。こんなことではフリーザには絶対に勝てんぞ。貴様は奴の恐ろしさをまるっきり分かっちゃいないんだ。不死身でもならない限り貴様に勝ち目はないぞ。俺は不死身になるつもりはねえが、まずピッコロ光らせるのが先決だ。こっちへ来い、ドラゴンボールのこともあるが、フリーザと戦うには貴様ら特にカカラットの力が必要だからな。 Z 選手は悟空の治療をするためメディカルルームへ向かった。はい、これでカカロットを治療しフルパワーにしてやろう。こりゃ気持ちいいや。はい、来たね。Z 選手は悟空の治療の間に願いを叶えるべくドラゴンボールを地面に置いた。いでよシェンロン、そして願いを叶えたまえ。出ない、シェンロンが出ない。 Z 選手たちは唖然とし、わけがわからないまま沈黙の時が流れていた。はい、その頃フリーザはスカウターで残りのナメック星人を探していた。おや、スカウターに反応が。あそこはまだ調べていませんから入ってみる価値はありそうですね。最長老の家の中ではすでにフリーザーの接近に、気がついていた。とうとうここを嗅ぎつけられたようです。もうすぐそこまで。私はフリーザというもので、あなたたちにドラゴンボールのことでお聞きしたいことがあるんですが。お帰り願おう。邪悪なものにドラゴンボールのことを教えることはできない。素直になった方がいいと思いますよ。あなた方を殺すぐらいわけはないのですから。ではそうするがよい。だが戦う前に言っておく。このお方はナメック星の最長老様でドラゴンボールを作られたお方だ。頭に叩き込んでおけ。もし最長老様を殺せばドラゴンボールも消えてなくなるぞ。フリーザは最長老の方をちらっと見た。なるほど、どうやら嘘ではなさそうですね。確かに他のナメック星人とは違う。どうせあなた方も何も教えていただける気はないのでしょう。ですが殺されそうになってはこれされそうになっては言わないわけにはいかないでしょう。ネイルはお前が思っているほどたやすくは倒せまい。彼はこの星でたった一人の戦士タイプのナメック星人だ。最長老は寿命が近い。ここで戦って巻き添え食らってはお前にとってをまずかろう。場所を変えるぞ。ほほほ、そこまでの戦いになるとはとても思いませんが、まあいいでしょう。ネイルとフリーザは最長老の家を出て少し離れた場所へ移動した。すまんなネイル、せめてデンデが地球人たちのところへ到着するまで持ちこたえてくれ。もはやこの星の運命も彼らが握っているのだ。デンデよ、何としても彼らの元へたどり着いてくれ。はい、ネイルはフリーザに勝てないと分かっている戦いを挑もうとしているのだった。その頃デンデが Z 選手の元へ。早いね。はい、助かってよ。ドラゴンボールが揃ったのに何も起こらないから最長老さんのところへ聞きに行こうかと思ってたんだ。そうだと思いました。あれはナメック語で喋らないと願いは叶えられないんです。それよりも急ぎましょう。最長老様の寿命が近いんです。それにもうすぐフリーザが来るかもしれません。都合のいいことにベジータは最近の不眠不休の疲れから眠っているところだった。北西の島までドラゴンボールを運びましょう。オッケー、よっしゃ。じゃあとりあえずは銀乳特戦隊撃破ということで、いよいよこの激震フリーザ編も大詰めじゃないでしょうかね。はい、というわけでね、じゃあとりあえずは今回はここまでにしておきたいと思います。いよいよフリーザ戦になるのかな。はい、楽しみですね。まあ次回以降ね、また楽しく実況していきたいと思います。はい、じゃあとりあえず今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。